です。なんでこのツーショットなんですか、今日は。前髪、リミ、こんなに寝てたの。ね、やばいね。いつの間にか伸びてたね。だから、パパに切ってもらうのは嫌なんですけど、パパに切ってもらう。パパに切ってもらうね。嫌だけど。じゃあ、かわいく切ってもらうね。どんな髪型にしてやろうか。無反応。それ誰の真似？あかん。これおえの袋じゃないよ。おえの袋じゃない。髪の毛がここに落ちるようにね。みんなね、リミの顔にね、あのね、なんか髪を敷いてね、それで前髪だけ出してね、それで切るんだよ。どうなんだ。そっか。パパはさ、あんまりそういうの気にしないんだ。いきなりこう、リミは実験にしてるでしょ。アンティッド。怖い。怖いよ、怖いよ。リミ、ゲッチーと。リミ。え、おえすんの？おえじゃないよ。ちょっとダメだよ。おえ袋じゃない。見せるとその気になっちゃう。バスの前の席に。はい。出ました。リミ酔わないタイプだよ、そうだね、リミは酔わないよね。ほら、やられるよ。はい、じゃあ持っててよ、ちゃんとその袋。目、自分のちょっとこんな長いんだ、リミ。うん、いや、眉毛より上でいいからね。えー、バッサリいかないとね。いい？じゃあ眉毛ぐらいにしようか。眉毛すぐ伸びるしさ、ちょっと動かないよ。動いたら命取りだよ。やっべ。大丈夫大丈夫。お、いいじゃん。あ、いいじゃん。いい、もうすぐ。お、これよくない？いい、もうすぐ綺麗だよ、リミ。ちょっとパパ美容師になろうかな。なんでなんで、大丈夫だよ。超完璧だよ、これ。完璧完璧。ほんとほんと。いや、違う。いや、嘘。嘘、言ったから。冗談で言ったからね。大丈夫。このまま任せれば。これかなりいい感じ。かなり自信作だよ。うん。でほら目つぶって。本当に大丈夫。だ、本当に大丈夫。本当に大丈夫だから見てごらん。本当に大丈夫。ほら。綺麗じゃん。ほら。ほら。綺麗じゃん。大丈夫だよ。ないの。ね、失敗したかと、パパが冗談で今あーとか言っちゃったからね。冗談だから大丈夫。見てる人が面白いかなと思う。リミを実験してる。また激怒だ。視聴者さんのためを思ってね、上向いてる。そんな目つぶっときないね。でんでん、そんな怖いのかしら。てるるん、てるるるん。いくよ。これちょっとパパセンサーんじゃない。もういいんじゃない。あら、これ偶然じゃないと思う。偶然じゃないでしょ。もうちょっと切る。うん、こっち端っこまで切る。眉毛より上の方が良くない。リメ、オカマみたいになっちゃう。おかっぱだよ。おかっぱだよ、オカマじゃないよ。だって、オカマじゃないよ。眉毛まんまるっちゃ。おかっぱって言うの。これまたすぐ伸びちゃう。もうちょっといく。ほら、まだちょっと長い。あと端っこもまだ切る。本当に追えば。こっち側もなんかまだ切れてない。見えないんだ。こっちちょっと向いてあげて。そうそう、ちょっと上向いてる。目つぶって。この辺かな。え、上向くの怖くない？え、でもなんかもうできてない。なんかえ、これこの辺はいいの？あ、これ、あ、待って、こっち向いて。どこまでが前髪なの？これ前髪か、うん。大丈夫、大丈夫。おー、いいんじゃない、これ。どう？え、もうでも終わっちゃった。そっち側の端は平気？うん。終わっちゃう。あれ、もう終わっちゃったよ。もうちょっと？もうちょっといっとく？どう？これでいいの？どこの方がいい？これ？どう？
通りに自分的にはママ。もうちょっと甘い。あ、ちょっとここにここがなんかポコって出てる。リブこっち見てあっち。ほらポコってポコだ。ポコって出てるちょっとだけ。ポコがいる。ポコが。ポコポコやってるじゃん。何ポコって。何ポコって。知らない。ってなんだろうね。どうね。ママが言ったんですよ。パパがポコって。ママが最初言ったの。あ、そうなのか。適当に言っちゃった。ちょっとなんかバラバラだね。もうちょっと、あともうちょっと目閉じて、あと揃える感じ。どうリミ、これぐらい目が出るぐらいになったけど、眉毛のもうちょっとまだ長いか、もうちょっと短い方がいいか。ね、眉毛の上まで行こうか。行っちゃう？大丈夫だよ、かわいいよ。床屋さん行ったらいつも出てるじゃん。そうなの、眉より下は今までないからね。じゃあ行くよ。ビシッと。いい？覚悟してよね。ビシッとって厳しくみたいだね。覚悟してよね。パパは厳しいわ。待って。眠る怪しみ。おやすみ。寝てないじゃん。意外といいかも。じゃあそこ真ん中を向かいちゃんと。この辺。これ。ちょっと動いちゃダメ。動いちゃダメよ。腰でやったらいい。失敗しろ。もうこれ良くないでも。お。リミ楽しみだね。ちょっと揃えなくちゃ。あと誰のって今。パパ、ママはカメラ持っていくパパしかいない。起きちゃダメだよ。危ないよ、ね。起きた。あ、でもこれ可愛くない。ちょっとなんか右の方が長い気がする。うん、全体的に。うん、なんかここの眉とここの眉。うん、ちょびっとずつ切ろうかな。怖い。やめて。リミは遊びに使わないで。これが限界。あ、これ良くない。どう、リミ。リミ。見る？起きてごらんじゃん。ちょっと待って、顔をピッピッて取れない。あとで取れない、なかなか取れないんだよ。耳見る？せーの。ちょっと寝ないでください。起きて。いい？見る？見てごらん。耳の髪の毛見た。うん、こっち見て。回すよ。じゃん。どう？かわいいじゃん。かわいいじゃん。そんなことないよ。超リミちゃん。うん、明るくなったよ、顔が出て。後ろ撮ってみる？一本に結んで。うん。したら馴染むかもよ、リミ。うん。こうやって持つと。髪の毛。した。すごい長かったね、やっぱり。うん、こうやってみるとね。やっぱり髪の毛が落ちちゃった。かわいい。いいじゃん。うん、ほら、いいじゃん。いい感じ。これぐらい短くない？ミキ。もういいじゃん。なんで眉毛隠したい？抑えてもそれぐらいだからいいから。うん、ちょうどいいね。自分は、ね、長い方が好きなんだけど、リミよりも長い方が短い方。うん。まだね、2年生だからこっちは可愛いね。眠い、怪しみ。
またね。おやすみ。じゃあね、リミ。バイバイ。グミ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 ペア。三時だおやつだ。